しくお願いします。よし、はぐみたちは守備からだね。かのちゃん先輩、いけそう？心を開いてくれたというわけだね。ああ、はかない。仲良くなれてよかったね、ココロちゃん。その後だってまっすぐボールさんを投げられてたもんね。でもカノンのキャッチも素敵だったわ。あんなに速いボールさんだってちゃんと取れていたもの。私もボールさんと仲良くなれたみたいだね。ほんと、私たちの中でカノンさんが一番上手くなってますよね。ああ、私たちも続かなければいけないね。それじゃあお先にバッターボックスに向かうとするよ。うん、いってらっしゃい、カオルくん。先頭打者ホームラン決めちゃおう。カオル、ファイトよ。ハッピー、ラッキー、スマイル、相手チームの人たちびっくりしてる。そうだよね、初めて見たらそうなりますよね。ああ、惜しかったね。きっと次は打てるはずよ。カオルのスイング、とってもかっこよかったもの。でもでも、相手のピッチャーもすごいよ。前に見た時よりボールが速くなってるかも。そうか、大丈夫、あかりなら絶対打てるよ。あかり、いけるよ。頑張れ。あら、でもあかりも素敵なスイングだったわね。次に打つときはきっと当たるはずだわ。ああ、見ているだけというのはなんとも歯がゆいものだね。どうしたの、はぐみ。なんかね、今日の明かりの打ち方ちっちゃく見えるなって。いつもの練習だともっと体を使って大きく振ってるんだけど、緊張しちゃってるのかな。ずっと打てなかった相手だって言ってたし。かもしれないね。バッターボックスに立ってみて分かったよ。あそこは演劇の舞台ととてもよく似ていた。一身に受ける注目、相手と対峙する緊張感、結果を出したいというプレッシャー、今のあかりは
舞台で思うように演じられない役者のようだ。はぐみ、どうしたらいいのかな。このままあかりが辛そうなのは、はぐみ嫌だよ。焦る役者に観客が声をかけてもいい結果は生まれない。余計に緊張が増してしまうもの。観客が役者を支えるにはもっと別のやり方があると思うんだ。なになに、はぐみ、あかりのためなら何だってやる。それはね、観客それぞれが舞台を全力で楽しんで場を包んでいる空気を温めてあげること。そうすればあかりもきっと本来の力が出せるはずだ。そうか、わかった。はぐみ、全力で楽しむね。全力で楽しむ。